日産ミッドシップスポーツへの期待を込めて予想 CG を制作。アルミ製プラットフォームを採用し、徹底した軽量化を図ったボディに、ルノー・日産アライアンスが開発したユニットを搭載。アルピーヌとルノースポールのエンジニアが共同でチューンするピュアスポーツカーだ。アライアンスの粋を集めたモデルとも言えるだけに、日産版が登場してもおかしくはない。日産のミッドシップスポーツといえば、1987年に公開されたコンセプトカー MID4 II を思い出す。最高出力330馬力の V 型6気筒 BOOHC ツインターボプラスインタークーラーを搭載する 4WD スポーツは、その流麗なスタイリングと相まって多くのスポーツカーファンの心を引きつけた。しかし、高性能ゆえに高価格化は避けられず、市販化は見送られた。駆動方式こそ違えど、日産ミッドシップスポーツの夢が30年以上の時を超えて叶えられるかもしれない。アルピーヌ A110 をベースに日産らしいデザインアクセントを盛り込んだ。フロントマスクには V 型グリルを採用、ライト部まで伸ばすことで一体感を強調した。ヘッドライトには日産デザインのトレンドであるブーメラン型 LED を盛り込みつつ、ボディに合わせカーブさせることでよりシャープに。外口部は大型化&大胆なデザインでよりアグレッシブさを演出した。ボディは2トーンとし、サイドウィンドウはコンセプトカー IMX や新型リーフにも見られる形状&シーピラーをブラックアウト化することで A110 とは差別化。また、リアフェンダーの上下に吸気口を設け、よりミッドシップらしさを強調した。完全に予想の域を出ないが、いかがだろうか。パワートレインは、やはり、ルノー・日産アライアンスが開発した 1.8 リットル直列4気筒ガソリンターボユニットを、日産独自にチューンすることになるはずだ。ニズモバージョンにも期待したい。市販化は2020年と噂されており、実現すれば実に33年ぶりの日産ミッドシップスポーツ誕生となる。話題の新型車を最速スクープ、スパイダー7 http://spyder7。20年ぶりの復活を遂げたフランスのスポーツカーブランド、アルピーヌ。6月に先行モデルを日本でも販売し、いよいよ本格的に市販を開始する A110 だが、なんとこの A110 の日産版が開発中との噂をスパイダー7編集部が入手した。A110 はアルピーヌ復活第1弾として、2017年に正式発表。